今日はですね、あのー、ワイルドハーツの、えー、登場食材の関連トークということで、あのー、唐辛子をおしょ、について、まあ、あのー、どういうこう歴史で日本に入ってきたのかな,かな、そういうこととかをお話をしたいと思います。あのー、前からですね、食材関連トークみたいな感じで結構やってまして、あのー、調味料編、まあ、人棚なく終わったかなというふうに思っていたんですけど、まあ一部ね、あのー、リクエストがありまして、まあ紹介してないやつもありましたので、あのー、 もう少し残したやつを、えー、紹介したいと思います。はい。というわけでですね、えっと、今日は唐辛子なんですけど、唐辛子はですね、まあ、そんなにはね、ちょっと歴史が深くないんですよ、日本の、お入ってきたり。 歴史としてはなんでね、まあ、当初は、まあ、これ別に紹介しなくてもいいかなというふうに、まあ、勝手に自分で判断してしまいまして、あの、やる予定がなかったんですけども、まあ、ちょっとね、リクエストもいただきましたんで、えー、ご紹介したいというふうに思います。はい。まずですね、あの、まあ、唐辛子の漢字にですね、唐という、あの、漢字が入っておりますけれども、あの、日本ではですね、 まあ外来品とかね、都来品みたいなものっていうのに、この糖という漢字をつけるというのがですね、まあそういうなんかこう文化、文化になっておりまして、で、あの唐辛子にもですね、この糖っていう漢字が入っていますんで、まあここからはい、分かる通り、外国からあの、入ってきたものということになります。で、これ前回のですね、あの、エンディングトークで傘についてね、お話をしました。あれなんかね、あの、傘プレイヤーは 結構聞いていただきたいような話なんですけども、あの時にですね、カラカサっていうね、えー、そういう、あのー、カサの、まあ、あれは傘サとほぼ、えー、意味合い一緒なんですけども、えー、そういうね、えー、呼び方があるっていうことを紹介させていただきました。で、その時もですね、話をしたんですけれども、あのー、あれもカラカサってのはね、トウっていう漢字を書きますけど、まあ、あの、外来品については、あのー、トウっていう漢字を使うんですよ。で、これはですね、えっ、ー、と、中国のお昔の王朝に、えー、トウっていうね、王朝が ありましたね。あのー、えぇ、ー、隋、遣隋使、遣唐使とかの辺の時代ですけど、で、あのー、その、そから取ってる漢字なんですけども、あのー、別に唐から入ってきたものに限りません。あのー、別に、えー、外国から大雑把に入ってきたものとか、まあ、都大品みたいなのは、この唐っていう漢字を使ったり、まあ、その他にもね、例えばその、今日は関連トークでちょっとあのー、 秀吉の朝鮮出兵の話なんかもちょっとしようかなと思いますけども、えー、っと、中華帝国の、えー、首都にね、入ることを、こう、唐入りとかっていうね、こういう言い方をしたりするっていうのもあるんですけど、結構ね、唐っていう漢字を使うんですよ。はい、まあ。ということで覚えておいていただけるといいかなと思います。まあ、外国から入っていったものみたいなね、えー、こういう時に唐っていう漢字を、まあ、使うということです。で、えー、唐辛子がですね、 日本に入ってきたのは、あの、どのくらいの時代だったかっていうとですね、これは、あの、ます、あ、大雑把に言うと戦国時代くらいというふうに言われております。あの、あの時代ですね、ポルトガルとスペインがですね、まあ宣教師とか日本に入ってきた時代があったんですけども、まあその時代にですね、あの、この辺のヨーロッパの国から持ち込まれたというふうに、えー、言われておりまして、あんまりですね、あの、歴史的には あのー、日本文明とは、こう、深くないんですね。まあ、あの辺の時代ということです。だから、えっ、ー、と、16世紀かな ?16 世紀。まあ、1500年代ぐらいとかの時代とかに、まあ、日本に入ってきたということですね。で、まあ、あの、大体ですね、えっと、向こうの方のね、なんてか、料理ってイメージ的にわかりやすいと思うんですけども、ニンニクとか唐辛子とかっていうのをね、あの、使うような料理が多いと。 思うんですけど向こうの方はまあそういう形で、あまああと,あとは黒胡椒とかもそうかな、あの黒胡椒、ニンニク、唐辛子とかね、ああいうのを、うんまあ、食品の保存目的にも兼ねてっていうことでね、えー、使っていたということなんですけども、日本の場合はあんまり、えー、そういったものっていうのは使っておりませんで、まあ早くて、えー、戦国時代ぐらいからまあそれ以降の明治維新後とかね、そういう時代とかに入ってきたということです。 ま、逆にですね、昔からあったやつで言うと、まあ、そういう、うん、そうですね、あのー、香辛料とか、それ関連とかで言うと、えー、山椒とか、えー、生姜とかですね、えー、ネギとかですね。ま、ああいったものとかっていうのは、こう、割と、古い時代から、こう、日本に入ってくるんですけどはい。まあ、唐辛子は割と、こう、歴史浅いということです。 でですね、まあこういう時代にですね、えー、入ってきた唐辛子なんですけども、最初はですね、結構こう、あの、食べ物として入ってきたわけじゃなくて、もうそもそも日本に食べるっていう習慣なかったんで、あの、宣教師とかが持ち込んできた時は、こう、あのー、大名に献上したりするんですけど、鑑賞用のね、唐辛子とかっていうのもあったみたいで、そういうこう、干賞の花じゃないけどね、普通の植物として、えー 何あの、唐辛子が入ってきてみたいなね。そういうのが始まりだったそうですけど。はい。で、えー、戦国時代のですね、後半の方に行くと、まあ、香辛料としてちょっとこう食べたりとかするっていうようなことを使われ方もし始めるようになったということです。でですね、あのー、現代だと、えー、朝鮮半島ですね、えっ、ー、と、んまあ、韓国とかかな。あの辺とかなんかこう、 キムチ観賞用のとうがらしよく使うんですけども、えー、っとあれはですね一応歴史的にはこう日本から、あのーまあ、一回こうあのポルトガルとか,とかスペインとかが、あのー、あ,ありますあの、あのー、画像とか検索すると出てくるかもしれないですけど、まあ、昔は何かそういう、まあ、観賞用っていうかそう食べるっていう文化なかったので普通のこう植物としてあのー。 戻ったみたいな献上されたみたみいな、そんな感じだったんですけどももともとそれがですねえっ、ー、とスペインとか、えー、ポルトガルとかが日本に持ち込んででその後ですねえっ、ー、と日本から、まあ、朝鮮半島にこう伝わっていったみたいなこういうね流れになってますでどのタイミングでですねあのそれが朝鮮半島に伝わっていったっていうことですねいや秀吉の晩年の時代にですね、まあ、朝鮮出兵 ま、またなお、文、えー、禄慶長の,の駅というものがありまして、あのー、日本の国内の天下統一を終わった後の、えー、豊臣秀吉がですね、晩年、あのー、民、えー、ですね、大民帝国の征服も目指して、あのー、朝鮮に出兵していったっていうですね、そういう、うまあ、対外戦争みたいなものですかね、ただあったんですけども、その時にですね、あの、朝鮮半島を経営、 経由して、あの、民の方に行こうとして、まあ、軍隊を送ってったんですけども、それからですね、あのー、えっ、ー、と、朝鮮半島に渡ってったというふうに言われています。あのー、なんでね、こう、伝わってたかっていうと、こう、軍隊が持ってたんですよ。この、唐辛子を。えっ、ー、と、辛いから、なんていうかな、こう、着付けとか、えー、消毒になるっていうことで、あのー、軍隊がですね、その、 なんか、ま、薬じゃないけどね、そんな感じの目的で、えー、唐辛子持ってったんですよ。えー、朝鮮出兵はですね、えー、秀吉の家来だと、加藤清正っていう人とか、あとはね、えー、小西行長とか、この辺の大名が有名でして、あのー、秀吉の命令で朝鮮行ったんですけども、あのー、加藤清正とかは割と有名な方かな名前ね、あのー、戦国武装とかにも出てきますけど、 えー、し、あの、七本槍と呼ばれたね、えー、一人で。あと、二王シリーズがまね、出てきたかな。静ヶ岳の七本槍とかっていうふうに言われるですね、あの、秀吉の、えー、家来の一人なんですけども、まあ、この辺の人がですね、朝鮮出兵へ行きまして、で、その、あの、舞台が持ってったっていうことで、まあ、そのあたりからですね、えー、向こうの方にもひどいた。清正出てきましたね。はい、いうことなんですね。はい。加藤清正ね。 加藤清正と、あと、えー、っと、なんだっけ、え小西か。えー、小西幸永とかがね、えー、行ったんですけども。で、あのー、まあ、そういうことでね、向こうの方に広まりまして、結構こう、今の韓国とかね、えー、あっちの方では、こう、唐辛子を使ったあ料理っていうのは割とこう、多くなってるんですけど、まあ、そういう形でですね、向こうにも伝わっていったという、まあ、こういう、あの、順で、えー、伝わっていったということですね。まあ、いずれにしてもこう、日本の、 に、に伝来したのはですね、えー、戦国時代以降ぐらいなんで、まああんまりこう歴史的には深くないですね。はい。そんなにこう古代から唐辛子を使って、えー、なんかね、やっていたとかっていうようなことではないんですけども。はい。まあ、この辺の時代にこう日本に来たもんだよというようなこう理解でいいんじゃないかなと思います。はい。 はい。ということで、えー、今日はですね、まあ、唐辛子の話ということで、まあ、あんまりですね、えー、唐辛子は歴史が深くないのでね、えー、ちょっとこう、喋ろうかどうしようかね、あのー、まあ、スルーしようかなぐらいで思ってたんですけども、まあ、せっかくなんで、えー、一応今回は紹介をさせていただきました。はい。あとね、調味料で言うと、お,おそらく、まあ、あと3升ぐらいでいいかなと思いますので、まあ、次回は、 あの、調味料編のラストという、今度こそ、まあラストということで、あの、参照でね、僕はまあ参照よく好きでね、食っていくんですけど、まあ参照について、あのー、喋って、まあ調味料編、まあ今度こそまあ一区切りにね、しようかなというふうに思います。あのー、調味料はですね、まあこれも前の配信とかでもね、喋ったことあると思いますけども、やっぱり食品のですね、加工、あと、 過去じゃないと、保存か。保存の関連してくるものなんで、すごくね、えっと、食品の話としても、えー、面白いですよ。あのー、古くからいろんな、こう、地方で、いろんな、まあ、あのー、まあ、香辛料とか、えー、ハーブとかね、そういったものを使って、えー、まあ、味を整えるっていうだけじゃなくてね、そういうのをこう、活用して、えー、っと、何 あの、消毒、消,消毒者に、なんなんていうのかあのー、ま、あ保存食品にするっていうね、こういう。最大の見せ場が朝鮮出兵で終わってしまった唐辛子。別なのでね、面白いですよ。はい。えっ、ー、とー、ま、あ塩はね、大体、あのー、どのね、えっ、ー、と、地域でも塩漬けとかっていうことで、ね、塩ってのは、ま、あ使われますけど、ま、あそれ以外のものってのは、やっぱりこう、地域によってですね、さまざまな、 違いがありますよね、はい、ヨーロッパとかそっちの方は唐辛子とかニンニクとかね、えー、そういったものになりますしまあに日本だったらそれがしょうとか、えー、山椒とかね、えー、ネギとか、まあ、わさびとかもあったかもしれませんけどねまあそういうようなものになるしってことで、ね、こういうのをまあ、あのー、うまく使って、えー、味を良くするってういうだけじゃなくてねまあ保存食品にこううまくしていって、えー やりくりしていくっていうのはね、こう、人類の知恵ですからね。はい、まあ。なかなかこういうのは面白いんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、以上でよろしいでしょうかね。はい。はい。ということで、えー、今日は。なるほど。<ー>じゃあ、明日の夕飯は唐辛子を使ったペペロンチーノにすることにします。なんるんじゃない現代,現代はね、そう。 ペペロンチーノとかね、まさに、あれはだから、その、向こうの,の、ヨーロッパの料理じゃないですか。あれは、こう、ニンニクと、唐辛子をね、たっぷり使ってますけど、あれはやっぱ、ああいうのが、やっぱりこう、あのー、人類の生き残りの知,知恵ですよね。うまく、あのー、食品をね、まあ今ね、こういう、えー、時代ですから、食べ物、食べ物もいくらでもありますけどね。もっとこう、古い時代はなかなかこう、人は食べ物を隠すの大変でしたからね。長期的にこう、保存して、うまくこう、やりくりしていくっていうね。これがこう、 人間の知恵ですから。はい。なかなか面白いテーマだなと思いますよ。はい。ということで、今日はね、唐辛子トークでした。